田ザアイスの愛知公演で三浦陸選手が左肩を怪我し、以降の公演を降板していたりくりゅうペアが8月3日、贈られたプレゼントへの感謝をそれぞれ報告。三浦選手は、怪我の順調な回復も報告しており、ファンの方々からは安堵の声が寄せられています。7月24日のザ・アイス愛知の最終公演において、ソロの演技中に左肩を怪我してしまった三浦選手。この怪我による影響で、続く新潟、大阪公演を降板することを報告した三浦選手は、私の怪我により公演を降板することとなり、皆様の前で演技ができないこと、とても悔しく思います。今は一刻も早く、競技に復帰できるように治療に専念したいと思います。たくさんの方にご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。と自身の SNS に気持ちを投稿すると、ファンの方々からは数えきれないほどの温かい声援が送られていました。それから1週間以上、三浦選手や木原龍一選手らからの怪我に関する経過報告がなく、もしかしたら手術をしなければいけないほどの大きな怪我なのか、など、不安の声を SNS に投稿するファンの方々もいらっしゃるほどでした。そんな中、3日にりくりゅうの2人が、それぞれ自身の SNS で報告してくれたのは、ザ・アイスの公演会場に設けられていた、プレゼントボックスに入れられていた、ファンの方々からの手紙やプレゼントなどへの感謝の言葉。木原選手は、箱いっぱいのプレゼントの写真とともに、ザ・アイス、プレゼントありがとうございました、とコメントが寄せられ、三浦選手からも同じく、プレゼントの写真とともに、ザ・アイス大阪、新潟公演で預かっていただいていたプレゼントが届きました。皆様本当にありがとうございます。お手紙や素敵なイラストにもたくさんたくさん励まされ、あまり余るくらい元気をいただきました。肩の具合も順調です。早く練習に復帰できるよう頑張ります。とファンの方々からの温かい思いを受け取り、怪我の経過を報告してくれていました。りくりゅうは、ザ・アイスのソロで、新シーズンに向けた新ショートプログラム、You'll Never Walk Alone を演じており、その二人が醸し出す美しい世界観の中に、世界一とも称される力強く安定感のあるリフトや、高さのあるスロージャンプなど、大技が散りばめられていました。華麗な滑りやスピン、二人息を合わせたジャンプなどに加え、パートナーを信頼し、投げ飛ばしたり、リフトで回したりと、ダイナミックでアクロバティックな技が盛りだくさんのペア種目。非常に危険も多いのですが、魅力にもつながっており、それを楽しんでいる三浦選手。現在は、練習拠点のカナダへ戻る前に、それぞれの実家でのんびり静養していると見られているりくりゅうの二人ですが、また、心置きなくトレーニングに励めるよう、三浦選手には怪我をしっかり治してもらいたいですね。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。